こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話はトトさんの二つの勇気。問題は、勇気を助けたのは誰か。それではどうぞ。前編。2018年、都内某駅改札口。20時2分発、特別急行東京行きは2番線ホームからの発車です。あと少し。勇気は急いで駅のタクシーに乗り込んだ。駅の周辺はきらびやかであったが、デートをしに行くわけではない。勇気は画像の場所を探した。ペンを左手に候補地を次々と潰していく。本日10月9日から駅周辺でイルミネーションイベントを行います。それにより一部道路を閉鎖し、タクシーのラジオが耳に入らない。高校とする外の風景に一別もせず、次の目的地へ向かう。時折スマホを見る。待ち受け画面の表示が勇気を焦らせた。次はここだ。とあるマンションの7階。流行る気持ちを抑えつつ、インターホンを鳴らす。今は緊急事態。部屋から出てきた男が襲ってきたことをいいことに、得意のボクシングでねじ伏せる。伸びた男を外へ引きずり出し、強行突破した部屋をくまなく探す。見つけた。なぜかインターホンが鳴る。あの男が目を覚ました？そんなはずがない。私の経験則からして最低20分は動けないはずなのに。勇気は恐る恐るドアに近づく。後編。ドアを開けるといきなり男が襲ってきた。あまりのことで勇気は気を失った。それからしばらくして、勇気は近くのパチンコ店から流れるうるさい音に目を覚ました。両手を簡単に縛られているが、自分の手荷物はすぐ近くに置かれてあった。あたりを見渡す。窓から景色が見える。どうやら繁華街の近くらしい。それから、最悪なことに自分を襲いそのまま拉致した男が近くに座っている。誰かと携帯で話しているようだ。このままの状態が続くかと思われたが、幸運にも男は外出した。勇気はすぐに立ち上がり、手荷物のバッグからハサミを取り出し、右手で高速を切り、携帯を取り戻した。警察に電話を、いや、すぐ戻ってくるかもしれない。籠城なんてされたら私の身が危ない。勇気は LINE で部屋の外の景色を友達に送信した。千尋、楓、誰でもいいから気づいて。勇気は同じ大学サークルのメンバーに助けを求めた。部屋の時計盤はすでに2時を回っていた。気づくだろうか。不安を胸に彼女は携帯を元に戻した。同時に気づいた。このままでは高速を切ってしまったことがすぐにバレてしまう。どうしようかと考えている間もなく男が戻ってきた。それを最後に勇気は男の攻撃を受け気を失った。3連休フルに使ってレポート仕上げたのに。連休明けの今日に提出するレポートを勇気はここに来て心配した。10月10日の朝、次に気がつくと勇気は病院のベッドの上にいた。長い悪夢からようやく解放されたのだ。問題。勇気を助けたのは誰か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。